สวัสดีครับสวัสดีครับはい、ということでですね、今回はターク県に行ってまいりたいと思います。バンコクからですね、北西になるんですね。北西に500キロぐらいらしいですね。 Google マップでは8時間26分って出ていますということで、早速もう向かってしまいましょう。よいしょ。ちょっと長距離の前にはですね、毎回油を差しに来てるんですよね。よいしょ。よいしょ。はい。それでは早速行ってみましょう。せーの。よいしょ。怖くないよ。ターク県に行くのは私も初めてですね。なんか県の7割ぐらいが森林だとかいうことみたいですね。かなり、タイ最大の、森林地域があるみたいですね。最大かな？まあ大きい、ところがあるみたいですね。よいしょ。で、結構ターク県ってですね、地図で見ると、ちょっと変わった形をしていると言いますか、縦に長いですね。なので、今回はですね、タイも、5連休ということもあってですね、5連休といったらあれなんですけども、会社だとかにもよるんでしょうけど、うちの場合はですね、特に幼稚園などもですね、16日かなんかの、祝日を、この、5月の頭に持ってきてですね、なんとか5連休につなげてくれたので、5連休のこの連休を使ってですね、目いっぱい回ってきたいと思います。だからあれですね、中3日を北と南と中心部あたりで、真ん中あたりで考えてるんですけれども、そんな感じで、ターク県に向かいたいと思います。はい、こちらは見知らぬ人に連れられていくこの絵ではなくて、誰とでも仲良くなれるこの絵でございます。ということでですね、ティーロース滝にやってまいりました。やっとですね、1キロちょっとぐらいのジャングルを通り抜けて、今たどり着いてるんですね。さすがに世界で6つの滝に選ばれるだけあって、ちょっと圧巻ですね。おじさんにおんぶしてもらってますね。あとは6分からって。ほら、すごいよ。ですね、ターク県のですね、ウスケイブというところに、ここかな、やってまいりました。この辺りがですね、非常に山岳民族の人たちが住んでいる地域みたいで、なんかすごく良かったですね。なんか私の妻が山岳民族なんですけれども、なんかそのあの村のイメージをですね、なんかそのままスケールを大きくしたような道でしたね。なんかすごく走っていて気持ちよかったですね。この辺りもこうやって山岳民族のお家がつながってるわけなんですけれども、これよりももっとなんか本当に山の崖っぷちに立ってるようなお家がいっぱいありましたね。すごい。ここの今走ってる左側にもちょっと見ましたね。
ーク県はさすがに自然がすごいですね。ちょっと思った以上でしたね。非常に走っていて気持ちがいいです。この辺りも山岳民族の人たちの村ですね。うん、あともうちょっとだ、あと1分。ちなみにここのあの薄ケイブまで来るのにですね、3カ所ぐらいあのチェックポイントがありましたね。やっぱり国境の県ということもあってチェックポイントが結構ありますね。これもタイの田舎ならではの風景ですよね。すごいね。怖くはないよ。あ、ここだ。ということでですね、山岳民族のマーケットにやってまいりました。ここはタイ人ではなくて山岳民族なんですね。マーケットですね。フルーツとかが美味しそうですね。食べた？ほら、食べちゃダメ、食べちゃダメ。オープンクラップ。オープンクラップ。うん？そうですね、にぎわってますね。ウェイポー、ということでターク新王廟にやってまいりました。すごい自然がいっぱいの中整列してますね。ターク新大王に向かって整列してますね。ご飯ちょっと食べに行こう。タクシン大王はですね、まだタイがシャムの時代にこうビルマのからの攻撃をですね、塞ぎつつもアユタヤを奪還して、で今の、タイの領土まで広げた人物としてですね、有名な大王でありますけれども、なんでもこのタークの知事になったことからこの地名の、名前をですね、名乗ってですね、活躍したことからタークの、地元の人たちからはですね、特に英雄視されている大王さんということですね。ターク新大王はなんか、中国との混血だったことからこの廟もですね、中国風に建てられているということです。チャイニーズニューイヤーにはすごく盛り上がりみたいですね。いますね、中に大王が鎮座しておられますね。それでは大王に挨拶していきます。
ということで、今回も個人的に回ってよかったターク県のランキングベスト3を発表してまいります。まず第3位はティーロースー滝です。何でもタイ最大の滝であり、世界で最も美しい滝6選の一つに数えられるそうで、ただこれも諸説あるみたいなんですが、とにかく一見の価値はありますね。続いて第2位はメーソートであります。メーソートはミャンマーとの国境に位置し、宝石の町として知られています。私も宝石の仕事に携わっていたことから、やっと来れて嬉しかったです。そして第1位はターク県の地理そのものであります。なんというかバイク乗りにはたまらない地理になっているんですよね。東側にあるタークの町から西側のメーソートに行くには山を越えねばなりません。この山を境に西側ではまるで違う世界が広がっているような不思議な感覚を覚えるんですよね。というのも、この西側には山岳民族の暮らしぶりを垣間見ることができ、また特にメーソートには多くのミャンマー人が住んでいるとのことで、文化がいろいろと入り混じった独特の雰囲気がなんとも魅力でした。また山を越えて西側に入ると、それからさらに南北にターク県は広がりを見せて、そのそれぞれに観光スポットがあるので、こうした事情から非常に走りがいのある県ではありました。ということで今回のターク県はかなり楽しく回れました。はい、今回の走行距離は1725キロ、今までの累計距離は15601キロ、タイ全国一周まで残りの件数としては58件。このようにタイの全部の件を1件ずつ余すところなくバイク CB1100 で回っておりますので、タイの皆さん応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。サワディカー。夢見ていますか、この国の未来を描いていますか、明日を生きるため志高く駆け抜けた同志の使い切られた命に